新幹線700系電車新幹線923型電車新幹線923型電車は、東海旅客鉄道及び西日本旅客鉄道に在籍する東海道山陽新幹線用新幹線電気軌道総合試験車である。922系 T2T3 編成の老朽化や300系以降の時速 250km 超の車両増加などにより、 時速 270km での走行が可能な車両として1998年6月に製作が発表され700系をベースに開発された。2000年10月に JR 東海所属の例番台 T4 編成が登場し922系 t に編成を置き換えた。当初は JR 西日本所属の922系 T3 編成との持ち回りで検測を行っていたが、2005年に JR 西日本所属の3000万台別 T5 編成が登場。9 2 2系、t 3編成も置き換えられた。ドクターイエローの運用について、区間や走行時刻などの詳細は全く公表されないため、ドクターイエローを目撃すると幸せになれるとも言われている。 なかなか出会えない車両であることと目立つ色合いで人気が高く、プラレールや鉄道模型といった関連商品が多く発売されている。なお、923という形式称号は2代目に当たる。先代はレール単勝者が名乗っており、2代目923型が登場した時点では、JR 西日本に923の2が在籍していた。 2020年3月の700系、東海道新幹線引退に伴って、その派生型である、統計列の引退の有無や時期に関しても注目されて、いたが、700系の営業運転終了後も運用を続けるとされており、当面の間運転を継続する。また2021年4月からは、JR 東海は、東海道新幹線にて、 N700S に一部の検査機器を搭載して、営業運転中での設備点検を行う予定で、より高い精度での計測が可能となる見込み。7両編成で製造され、1から3号車は、日立製作所、笠戸と事業所、4から7号車は、日本車両製造豊川製作所で製造された。700系と、車体構造や各種部品を共通化することにより、 保守の効率化を図っている。車体は700系と同じく大型のアルミ合金中空押し出し材を使用したダブルスキン構造としているが、屋根構え体は軽量化を図るとともに、様々な測定装置の取り付けのためにシングルスキン構造となっている。天井や床中には専用の測定配線スペースが設けられ、容易にアクセスできる構造となっている。 また将来の増設や更新に対応できる、要測定装置の取り付けは、カーテンレール方式としている。車両先頭部車体色は黄色をベースとし、ブルーのストライプを配している。また車体色の黄色は、T3 編成までのカナリア色からより明るく鮮やかな、フレッシュイエローとなっている。先頭部は700系と、同様、エアロストリーム型となっており、全消灯の下方。 車体中央に前方監視カメラが設置されている。また、微灯がこのカメラの左右に配置されており、営業用の7 0 0系では微灯となっている。左右の2灯も全小灯となっている。このため、全小灯は7 0 0系の4灯に対し6灯となり、視認性の向上が図られている。また、側引き度が幅広となり、従来車にあった機器搬入口が廃止されたほか、 窓数は必要最小限に減らされているため側窓が自撮り配置となっている。走行機器もベースとなった700系に順次加減速度も合わせられ4両1ユニットを基本としているが編成が短くなったことから1号車から3号車までの第1ユニットが4両から3両に減らされている。それに伴い、両戦闘車には新たに制御電動車が設定されたほか、 従来は付随車に搭載されていた空気圧縮機や補助電源装置といった補機類が電動車に集約して搭載された。また、計測機器などの電源用及び停電対策用として M 車車内に219番電源装置及び鉛蓄電池を搭載する。新鋭の測定機器や表示装置などが搭載され、配置や区画質なども922型とは異なっている。 T3 編成までの軌道検測車は3台車の相対変異を測定する方式であり、車体長も17.5メートルと短かったが、T4 編成以後は車体下部に設けられたレーザー基準線と台車の光式、レールセンサーとの相対変異の検出による方式に改良され、他の車両と同じ2台車で、車体長も25メートルと同じになっている。形式も 多号車と同じく923型に含まれている。また二台車方式の軌道検測への対応のため、台車や車体に走行中の振動や変形が伝わらないように取り付け方法が工夫されている。四号車の軌道検測用、台車700系と同様、動力車は T4 編成は TDT204 型、T5 編成は WDT206 系ボルスタレス台車で、 両戦闘車にはセミアクティブ制御装置も搭載されているほか、1号車、2号車の博多方と7号車の東京方の台車は測定装置が取り付けられた専用台車 WDT206A となっている。4号車の軌道検測車は検測枠など各種測定機能が取り付けられた TTR8001K もしくは WTR8001K 測定台車となっている。 この台車は、ダンパ波を1台車あたり4本とし、検測装置との干渉を避けるため ECB 装置を装備していない。また、2号車と6号車にはそれぞれ終電用1機、検測用1機のパンタグラフが搭載され、1両に2機のシングルアームパンタが同じ向きに並んでおり、車体長の半分以上を占める長大なパンタグラフカバーに収められている。なお測定走行時には、 測定用パンタグラフは進行前方の車両、終電用パンタグラフは進行後方の車両のものを使用し、同一車両の2機のパンタグラフを同時に上げて走行することはない。また車両用とは別に、測定装置に電源を供給するために3号車と5号車に1台ずつ、測定用静止型変換装置が設けられている。定格出力は十九馬で、各測定装置に、 AC100V が供給される。なお、停電時においても測定装置が10分間、駆動できるようバッテリーが3.245号車に分散して配置されている。一両ごとに違った用途で使用されており、1から3号車と6号車が電気測定関係、4号車が軌道測定関係の車両となっている。長時間にわたり測定することを考慮し、 人間工学に基づき測定員が疲れにくいデザインとし、測定室は明るいナチュラルグレー系のモノトーンで構成され、測定装置と色調を合わせているほか、室内色が単調にならないよう手すりの色をブルー、倉庫の空調の吹き出し口をダークグレーとし、アクセントが付けられ、測定員の目の疲れの防止が図られている。営業用車両とは異なり、車内の防音設備は、 あまりなく、連結部のホロの内側はケーブルが剥き出しになっている。運転室操作系、スイッチ類、ケーキ類、レカロ製、セミバケットシート等、ベース車両である700系に準じたものとなっているが、左側に測定用パンタグラフの昇降スイッチが設けられているなど、測定装置などの一部機器について、スイッチが設けられている。1号車1号車は電気検測室となっている。 電気や信号、通信関係の測定台があり、走行中モニターに出る、信号、通信、変電所、電車線の各状態の測定結果を検測員がチェックしている。客室スペースの床には、絨毯が敷かれ、左右中央部に前後で分かれたコンソールが配置され、突き当たりの壁面には2台のビデオデッキが埋め込まれている。2号車2号車は電力、 終電状態の測定を行い、パンタグラフなどから電気設備の測定データを制作する高圧室などがあり、測定員が乗り込むスペースはない。車内に搭載されているトロリ線0 0レーザー装置は、車内から河川に向けてレーザー光を照射し、その反射光の強度と幅で河川の残存直径を計測する。3号車観測ドーム3号車は電力関係の測定を行い、 屋根部分にパンタグラフなどをチェックできる観測ドームが設けられ専用の座席がある。そこにあるカメラの映像はビデオによって録画され1号車電気検測室のモニターに送信される。また観測ドームにはワイパーなどのスイッチもある。観測ドームの反対側には測定用電源と大容量のバッテリーが設置されている。また観測ドームを流線型にすることで 騒音の低減が図られている。その他データ整理室が設けられ、テーブル、椅子、ロッカーが置かれているほか、東京方の車端部には700系のものと同じ、洋式便所と流し台が設置されており、床下には、お物処理装置と水揚げ装置がそれぞれ搭載されている。4号車4号車は、軌道検測車で、軌道検測室がある。 測定用台車を履くため唯一付随車で床も他の車両よりも少し高くなっており上行口にステップが設けられている車両中央部会側に向かって広々としたコンソールが配置され軌道の状況を測定解析しているまた前方監視装置の映像も確認可能なほか背面の壁上部には営業用車両と同じ LED 式のスクロール表示器があり 現在位置や速度が確認できる。また4号車にもデータ整理室が設けられ、山側に向かって、円卓状に机が配置されている。5号車5号車も3号車と同じく観測ドームが設けられているが、階段周辺の構造が若干異なっている。また休憩室が設置され、背もたれを倒して補助椅子を使うことで横になることもできる。こちらも3号車と同じく、東京型車端部に、 トイレと流し台が設置されている。6号車6号車は、ミーティングルームが設けられ、各種打ち合わせなどに使用される。またパンタグラフなど交換用の部品や、検査作業に必要な道具や緊急時に復旧資材を、乗せる長さ7.4メートルにも及ぶ、資材搭載スペースがあり、資材の出し入れがしやすいよう、乗降口のドア幅が広くなっているほか、レールやクレーンといった、 重量物に耐えられる構造になっている。その他、電力関係の測定機器室や高圧機器室が設置されている。7号車7号車は、各種天井、視察などに対応した天井飲室となっており、700系に準じた3から2配列の座席が10列配置され、定員は50名。また大型モニターも設置されている。従来車であった二十二型との 車両性能について比較する。東海道区間の300系以降の車両への統一に伴い2000年に開発された JR 東海東京交番検査車両所に所属し T4 編成と呼ばれる。落成当時4号車の屋根はマリーゴールドイエローであった。太陽光による熱の悪影響を避けるため 2006年に700系と同じパールホワイトに塗り替えられている。3000番台 T5 編成2003年のダイヤ改正で高速化された東海道新幹線において922系 T3 編成の時速 210km での計速運転では営業車両との性能差からダイヤに支障し、また T3 編成自体の老朽化も進んでいたことから これを置き換える目的で2005年に登場した JR 西日本博多総合車両所に所属し T5 編成と呼ばれる2005年3月上旬にそれぞれのメーカーから陸上及び海上輸送により博多総合車両所に運ばれた仕様は923型ンダイ T4 編成とほぼ同一であるが T4 編成との外観上の際は車体側面に 博多総合車両所でメンテナンスを行う際のジャッキアップ時にリフトを差し込むための穴があること、および7号車屋根上がりのアンテナの有無のほか、連結器カバーの構造、測定室の内装などがある。博多総合車両所所属でありながら、普段は大井車両基地に常駐しているため、定期検査は JR 東海に委託し、交番検査が東京交番検査車両所、代車検査、 全般検査が浜松工場の施行となっている。検測は日中に行われ、概ね10日に1回行われる、のぞみと同じダイヤでののぞみ検測と、2ヶ月に1回行われる各駅に停車して、対比線などを検測する、こだま検測の2種類がある。のぞみタイプと、こだまタイプのどちらも、基本的に2日かけて、検測を行い、1日目に、東京博多、2日目に、 博多東京となることが多い。2008年より N700 系のうち6編成には点検機能が取り付けられているが、より精度の高い点検のためには、ドクターイエローが必要とされている。なお、ベース車両である700系は引退が発表され、2020年3月で東海道新幹線上から引退したが、923型は2020年度以降も運行を続ける。 予定であると発表されている。ありがとうございます。